ルコルビュージエ、ルコルビュージエ、レコルビュージエ、1887年10月6日から1965年8月27日は、スイスで生まれ、フランスで、主に活躍した、建築家。本名は、シャルル・エドワール・ジャヌ・レグリ、チャールズ・エドワード・ジーン・レッド・クリス。フランク・ロイド・ライト、ニース・ファンデル・ローエと共に、近代建築の三大巨匠として位置づけられる。 バルタグロピウスを加えて4大巨匠とみなすこともある。ルコルビュジエは1887年10月6日、スイスのラショードフォンに、時計の文字盤職人の父へュアールと、ピアノ教師の母、マリーの次男として生まれた。家業を継ぐために、時計職人を養成する地元の装飾美術学校で、彫刻と彫金を学んだが、専門的な大学教育は受けていない。ルコルビュジエは、 時計職人の道を進むつもりだったが、当時時計産業は社用化しつつあり、さらにルコルビュジエは、視力が非常に弱く、精密な加工を必要とする、時計職人としては重大なハンデを背負っていたため、徐々に別の道へ進むことを模索するようになっていった。美術学校在学中の1907年に、ルコルビュジエの才能を見出した校長のシャルル、レプラトゥニエの勧めで、 建築家のルネ・シャパラと共に、最初の住宅、ファレテへの設計を手がけている。1908年にパリへ行き、鉄筋コンクリート建築の先駆者であるオーギュスト・ペレの事務所に、1910年にはドイツ工作連盟の中心人物であったペーター・ベーレンスの事務所に席を置き、短期間ではあったが実地で建築を学んだ。1911年から半年かけて、 ベルリンから東欧、トルコ、ギリシャ、イタリアをめぐる東方への旅へ出た。ラショードフォンの美術学校で教弁を取った後、1914年に鉄筋コンクリートによる住宅建設方法であるドミノシステムを発表。1917年にパリへ行き、2年ほど鉄筋コンクリート会社に勤めた。1920年にダダの詩人のポールデルメ、 ピュリスムの画家のアメデオザンファンと共に、雑誌、デスプリヌーボー、L、エスプリヌーボーを創刊。この頃からルコルビュジエというペンネームを用いた、このペンネームは、祖先の名から付けたものである。1922年に、ペレの下で働いていたいとこのピエール・ジャンヌレと共に、事務所を構えた。1923年に、デスプリヌーボーに掲載された自らの記事をまとめた。 著作、建築を目指してを発表し、世界中の建築家から注目を集めた。この著作の中の、住宅は住むための機械である、マシーンズ・ア・ハビターという言葉は、彼の建築思想の代表的なものとして、よく引用される。1925年のパリ万国博覧会、いわゆるアールデコ博では装飾のない、デスプリヌーボー館を設計し、アールデコ装飾の展示館が並ぶ中、 遺災を放った。また1922年のサロンドートンヌでは300万人の現代都市を1925年にはパリ市街を超高層ビルで建て替える都市改造案ボアザン計画をそして1930年には輝く都市を発表した。これらは低層過密な都市よりも超高層ビルを建て周囲に緑地を作った方が合理的であるとするもので。 パリでは実現しなかったが、以降の都市計画の考え方に影響を与えた。1927年、ミース・ファンデル・ローエが中心となり、バイセンホーフで開かれたドイツ工作連盟主催の住宅展、バイセンホーフ・ジードルングに参加し、二棟の住宅を設計した。1928年以降に開催されたチャン、シアム、近代建築国際会議では、バルターグロピウス、 ミース・ファンデル・ローエ、ジーク・フリート・ギー・リオン、ガブリエル・ゲブレキ・アンらと共に参加し、中心メンバーとして活躍した。チャンは国際的な近代建築運動の拠点になった。1930年にはイボン・ヌガリと結婚し、また同年フランス国籍を取得した。1931年春行のサボア・テイ・ワール・コルビュージへの主張する近代建築のご原則を典型的に示し、 代表作として知られる。1932年にソ連で行われたソビエト宮殿のコンペに応募して敗退したものの、その斬新さは注目を浴び、丹下健造が建築家を志すきっかけにもなっている。1936年にはルシオ・コスタの招兵を受け、ブラジルに滞在し、オスカー・ニーマイヤーと共に、旧教育保健省庁舎の設計に携わった。 ルコルビュジエはドイツに協力的なビシー政権に組みし、ピエール・ジャングレはフランスのレジスタンス運動に参加したため、二人は他元を明かすことになったが、戦後再びチャンディーガルのプロジェクトで共同した。近代建築運動に肯定的なイタリアファシスト政権にも接近を試みており、同国が植民地化したエチオピアでの都市建設に参画しようとだが、失敗している。 第二次世界大戦後、かねてよりの主張の実践である、ドミノシステムに基づく集合住宅、マルセイユのユニテ・ダビタシオン、L ニテ・ D、ハビテーションでマルセイユを建設、1947年から1952年。また1951年からは、インド首相であるジャワハル・ラール・ネルーの依頼を受け、インドに新都市チャンディーガルを建設する際の顧問として、 都市計画及び主要建築物、議会、裁判所、行政庁舎等の設計に携わった。また、モデュロール、フッツ、モジュロールの理論を提案し、建築の実践の場において機能性あるいは、美学の達成への応用とした。後期の代表作、ロンシャンの礼拝堂、1955年春工は、カニの甲羅をかたどったとされる独特な形態で、 シェル構造の採用など鉄筋コンクリートで可能になった自由な造形を示している。ここでは従来主張していた近代建築の指標である機能性、合理性を超える新たな表現に達した。ドミニコ会派のカトリック信者であるルコルビュージエは引き続きラトゥーレット修道院の設計についても依頼を受けた1960年春工。この間に 国立西洋美術館の基本設計のため、1955年に一度来日している。1960年には自らの仕事の記録を公的に保管することを構想し、1962年にはフランス文化賞のアンドレ・マルローにこれを認めさせた。1961年にはアヤア・ゴールドメダル、1964年にはレジオン・ドヌール勲章を相次いで受賞した。 1965年8月27日、南フランスのロックブリヌイコールカップイコールマルタンで、海水浴中に、心臓発作で死去した。78歳没。私生活では、妻イボンヌ、1957年10月や愛する母、マリー、1959年初頭が、相次ぎ返し。画家から出発し、建築家として活動を始めた後も、 画家としての制作活動を続けていた。歴史上の功績は、鉄筋コンクリートを利用し、装飾のない平滑な壁面処理、伝統から切り離された合理性を信条としたモダニズム建築の提唱者ということになる。ルコルビュージエの思想は、世界中に浸透したが、1920年代の近代主義建築の成立過程において、建設技術の進歩にも支えられて、 特に造形上に果たした功績が大きい。彼の造形手法は、モダニズムの一つの基盤ともなり、世界に広がって1960年代に一つのピークを極めた。その反動から1980年代には、装飾型、伝統回帰的なポストモダン建築も主張された。西洋では、礎石作り、石積み、レンガ積みによる建築が伝統的だったが、ルコルビュージエはスラブ、柱、 階段のみが建築の主要要素だとするドミノシステムを考案した。その後の代表作、サボアテは、ルコルビュジへの主張する新しい建築の5つの要点、ピロティ、屋上庭園、自由な平面、水平連続窓、自由なファサード、近代建築の5原則を体現している。クックテが5つの要点を体現した最初の作品であり、サボアテで、 より完成度の高い実例を示した。都市計画の分野でもパリ改造計画案を発表したほか、チャンダイ四回会議でルコルビュジエラが提案したアテネ検証、1933年は公開空地など以後の都市計画理論に多大な影響を与えた。後にはチャンディーガルなどで実践している。終始モダニズムの論客として新しいビジョンを示す論人を張ってきた。 彼は、実作においては、自由な芸術家としての立場を貫き、必ずしも常に、論理性を重視しているとは言えない。しかし、作品の独創性や新規性により、そうした矛盾を問題視させない。晩年のロンシャンの礼拝堂、ノートルダム・デュオ礼拝堂は造形特に強調し、それまで主張していたモダニズム建築を超えた作品として注目される。 ルコルビュージエの建築模型や図面、家具は20点以上がニューヨーク近代美術館に収蔵されている。ルコルビュージエの代表作である LC にグランドコンフォール、大いなる快適はデザイン家具の歴史上最も大きな功績を残した作品である。1997年4月から発行されている現行の第8次紙幣の10スイスフランには ルコルビュージエの肖像と作品が描かれている。ルコルビュージエの建築のうち、ドイツのバイセンホーフジードルングの住宅、アルゼンチンのクルチェット邸、ベルギーのギエット邸、フランスのラ・ロッシュジャン邸、ペサックの集合住宅、サボア邸、ナンジェセールエコリドールのアパート、ユニテ・ダビタシオン、サンディエ工場、ロンシャンの礼拝堂、カップ、マルタンの小屋、ラ・トゥーレット修道院、 フィルミニのレクリエーションセンター、インドのチャンディーガル、日本の国立西洋美術館、そしてスイスのレマンコハの小さな家及びムーブルクラルテの経過国17件は2016年に開催された第40回世界遺産委員会においてルコルビュジエの建築作品近代建築運動への顕著な貢献マイナスとして世界遺産に登録された。生前ルコルビュジエが構想し、 設立を認めさせていた彼の仕事の保管、管理機構は、ルコルビュジエ財団として、死後の1968年に設立され、彼の作品の一つであるパリのジャンヌレテー、ダロユジャンヌレテーの片方に本拠を置いて、彼の作品の管理や保護を行っている。ルコルビュジエが珍しい名前の性もあり、語気も含め様々な表記が見られる。ルをつけない表記が多く見られるほか、 コルビュジエの部分についても、コルビュジェ、コルブジエ、コルビュジエ、コルビュジエ、コルビュジェ、コルビュジコルビュジュ、コルビュジュなどがある。フランス語の発音はであるため、これに最も近い転写をするなら、ルコルビュジエとなる。ルコルビュジエは、多くの都市計画を立案しこの分野に大きな影響を与えたものの、ほとんどが計画の段階にどまり、 実現したものは1951年にインド北部に建設された新興都市チャンディーガの都市計画のみである。ルコルビュジへの立案した都市計画には以下のようなものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。